後編に行くぞ。元気ですか。行きます。後編スタート。今までよりひときわ邪悪な気配がします。はい、今度の異常もワームホールによるもので間違いないでしょう。ベビーとスーパー17号か。すでにベビーとスーパー17号がワームホールに吸い込まれています。さらにこの歴史には邪悪竜がいます。ラスボスだな。彼らはドラゴンボールにたまったマイナスエネルギーが生み出した最強の敵。それほとんどこいつらのせいだよな。くれぐれもどうか気をつけてください。ドラゴンボールばっか使ったせいでエネルギーが溜まってしまったんだろう。よくわからないけど。読めないんだよな、あの1星竜とか2星竜とか3星竜とか読み方わからねえよ。なぜこけた。逃げていった。早い、待ちなさいよ。あれ、パンも戦ってくれないの。来てくれたか。ドラゴンボール反応、ドラゴンボール反応。そんなこと分かってるよ。目の前に邪悪竜がいるんだから。燃えてる。なんだこれ。いる、待ってろ。私は通信号だ。僕カウンターもしかしてこの間時を待っている。おめえ通信路の邪悪流か。いや、俺らのじっちゃんの片身だ。消せ。だったら腕ずくで奪ってみるのかな。変身だが、俺が勝てばお前が集めた4つのドラゴンに何かしようとする。それからそこの貴様、爆発する。生半可な腕で俺たちの戦いに割り込む。目障りなだけだから。ルーだって倒せたんだぞ。デスボールレンダー強いぞ。パン何もしないじゃん。究極の技を受けてみろ。悟空さんと通信路が戦っている時にパンちゃんが三振路に襲われています。三振路早く助けに行かないと。どこへ行く。ちょ、痛い。よそ見とは随分余裕があるのか。どこにいるんだ。通信路が逃げてくるとなりません。じゃあとりあえず倒したらいいか。相手が倒れた隙をつかないと。僕どこ行った。僕なんとかアタックって言った。はい、こっち倒しきたで。また逃げた。いや、悟空瞬間移動して行けばいいじゃないか。あ、戻ってきた。悟空は、悟空は、悟空は変わらずアマちゃんですね、通信路。戦いにやり方も何もあるもんですか。パンが、おじいちゃん、パンが戦ってくれてる。ドラゴンボールを潰れちゃった。この娘を人質に取れば悟空を殺すなどたやすいこと。パンちゃんを助けなくちゃいいんですよ。カメハメハ、すごい溜まる。ちゃんとカメハメハって言うのね。これくるくるカメハメハ。カメハメハ面白いな。今まで使ってなかった。カチンコチンに固まっ、カチンコチンに固まって終わったぞ。う、嘘でしょ。どうしたらそこまでやれるの。次へ。弱かったな。ベビーの方が強かったな。適当にカメハメハ打つだけの簡単なお仕事になってた。やったー。何この可愛い生き物。あれ、ここにあったドラゴンボールは。ルルルルルル、ドラゴンボール反応、ドラゴンボール反応。どこ、どこよ。探し物はこれではないのかな。あ、完全吸収するわ。お、悟空が来てくれた。下がった。じゃなかった。ベジータだった。ベジータさんじゃないですか。
3を飛び越して4になったベジータさんじゃないですか。このベジータが欲しかった公約を買ってねとか言う。スーパーサイヤ人4になった父さんです。俺の故郷惑星ベジータはフリーザに滅ぼされた。あ、そう。今度は地球か。まず俺にふざけるな。そうか、スーパーサイヤ人4になったここだ。だがその俺を誕生させたのは誰。殺されろ。お前らがドラゴンボールを乱用したためにマイナスエネルギーが溜まったの。そうだよな。そしてマイナスエネルギーが俺たちジャークルに生み出した。あんなドラゴンボールに助けてもらったくせに勝手なことを言うな。いいこと言うな。諦めがついたか。お前では俺に勝てないと。貴様に言われなくても初めから分かってたさ。人格コネッポッチも勝ち目がないことはな。なんだと。そうだそうだったんだ。サンキュー、ベジータ。待たせたな。孫悟空。待てかかるで。3人でかかっても奴には勝てん。3人、俺が入ってんの？でもよ。俺もスーパーサイヤ人4になり、お前と互角になった。お前修行してねえのにな、修行だろ。あの技が使えるはずだろ。お前からそれを言い出してくれるなんてよ。最高だぜ。さあ来い、さあ来い、やるぞ。フュージョン、はっ。一発で成功しやがった。一発成功だと。あれ、 M 字ハゲになってない。お前は何者だ。俺か。俺は孫悟空でもベジータでもない。俺は貴様を倒すものだ。ちょっとこっち向けて。待って、蹴飛ばしてからだって。向こうじゃ倒せないと思って俺の方に攻めてくるぞ。ベジータ。カメハメハが当たらない。なんかかっこいいカメハメはないのかな。僕を教えてないかな。なんだ、さっきカメハメハモできたの。カメハメ。あかん、あかん、やっちゃう、あかん、やっちゃう。なんか来た、なんか来た。ガードする。無駄なんだよとか言ってガードした。卑怯じゃねそれ。間違えた。ためるぞ。カメハメハ連打するだけの簡単なお仕事になってる。悟空がボッコボコにしてくれるから。いけいけ。当たらない。ミックバンカメハメハ入ってる。めっちゃ弱いんじゃないですか、それ。ガードする。たまにはデスボイを使ってあげようか。終わった。待ってください、上空を。上空を。なんだ、なんだじゃないよ。うわははで棒読みになってるぞ、悟空ベジータ。もしかしてこの3人敵3体。いいよ、もうバッチリだ。もうほとんど教えることは。敵3体と俺とゴジータで戦うのかな。さあここはどこだ。落ちてきた。大丈夫ですか。なんでこいつは回復してるんだ。そしてどうして、どうしてその大雑状態なんだ。縮めよお前ら、縮めよ。
破壊した。なんで回復してるんだこいつは。もうすぐ死にかけたのに。2対3 2対32対3は無理だろう。ここでは逃げる。さよなら。ドミクラの隊は、この時代の最強の敵であるベビーとスーパー17号スーパー一進路を一箇所に集めて、しょ、悟空さんたちを倒してしまうことだったんですね。前の顔には見覚えがあるぞ。あと一息で悟空を倒せたところだったのに、邪魔をしやがって。いや、ここだけ変身だ。スーパース変身だ。どうやらここにいる3人ともお前のことが気に入らないようだ。マジで俺ここは3人であいつを片付けてしまうというのは。いやー、悟空助けて、悟空さん助けて。まあいいだ、悟空さん助けて。たっぷりと借りを返して。そう、まだか。無駄なんだよ。すべてはあなたにかかっています。すべて俺で。よし、まず17号から。さあ、近くに向かって。この戦いが終われば、マイナスエネルギーで宇宙のすべてを破壊し尽くしてやる。それは困る。この宇宙は俺の支配下に置かれるのだ。後のことは好きにしろ。喧嘩しだした。うわ、来た。俺が最強だと証明する。それだけ。痛い。お前らの野望はどれも叶わないぜ。全員ここで倒されるからだ。この俺とこいつの力でな。あ、俺も数抜いてきた。ファイアパワーの凄まじさ思い知らせてやろうぜ。17号を狙って。おお、後ろに来てる、後ろに来てる。よし、タイマンならいける。タイマンならいけるぞ。現実地獄だな。こんな技があるの。タイマンなら勝てる。まずはお前だ、スーパー消すの。知らねえ。またドラゴンボールを使うつもりか。そうだよ。そんなことは許さんぞ、この愚か者どもめ。ドラゴンボールは使いたい放題。ドラゴンボールに頼りすぎたのかもしれない。そうだ。ついてくるな。僕は。いや。話して許して。ゴジータさんの方狙って。危ねえ。逃げれない。どうなってんだ。逃げろ。ここだ。少し遊びすぎたよ。僕が死にかけてる。だが俺の力はまだまだこんなもんじゃない。来たな。お前が死ねい。お前さえ消えれば17号と対マンになって。よし、来たー。あと一人いた。しかもお前じゃない。なんかフラッシュボンバーとか行く。来た、お前だ。こっち来い。やばい、ベビーに見られた。うわー、ベビーに見られた。痛い。悟空がやばい。地獄へ行け、電撃地獄玉。じゃあ逆に電撃天国玉とかな。ビッグバン、カメハメハ言う前に吹っ飛ばされてるぞ。悟空もうちょっと頑張れ。俺は最強の人間。しまった、スーパーサイジが消えてしまった。最強の戦士のはずだ。さあ、スボンバー、強い。そっちの時代の17号は電撃地獄だ。そんな威力があったはずだ。操られ、目的を失った強さは虚しいだけだ。
痛い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 、やめて。あー、邪魔してる、邪魔する。あ、来てくれた、当たりに来てくれた。今してない、今もうこれ抜けられた、抜けられた。ちょ、痛い、やめて。すぐ怖い。よし、もう一発。さあ、終わりだ。マジか。ハメハメハー。あとは、あとは一人、あと一人。どうだったな。あとは、カードしないと。あかんあかん。削れ削れ。何してるんだ。ガード、ガードができない。そうか、なくなってる。あかんあかん、あぶねあぶね。でも悟空が巻くと、やばい、悟空が巻くと。あ、食らって、めっちゃ効いてる。悟空終わってもた。悟空復活とかできないのこれ。あ、だいぶ変じゃないか。あの時のやつと比べて弱くなってる。やばい、突っ込んでくる。よし、逃げろ逃げろ。よし、今だ。え、めっちゃめっちゃ来た。そんな動きは俺はしないぞ。よし、食べ、今だ。あれ、やっぱり効いてない。やっぱり狙うとこ狙わんとダメか。狙うとこ狙わんとダメなんだな。誰を狙ってる。僕助けれないのかな。どっかで倒れてないかな。悟空どこ。あれあれ、できたな。いたいた。どこだ、悟空。悟空どこ、悟空どこ。悟空を助けることはできるのか。こんな下に落ちる。できなかった。悟空さん死んでるわ。ガード、ガードできない。ガード、ほらほらほら。ガード、ガード、ガード。何してるんだ。やばいやばい、たまってるのは消えた。ふう、怖い。尻尾、いきなり尻尾でいいのかな。ガード、ガード。よし、しっぱだしっぱだ。どんだけ効く、どんだけ効く。どうぞーん。なぜだ。ひぃ、なぜ勝てない。俺は最強の力を。痛い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 。ちょ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 。もっともっと強い体はないのか。いつまでも他人の力頼りで自分の力で戦わない。だからお前は勝てないんだ。いや、多分俺負けるよ。俺負けそう。気力の簡単な回復方法がないのか。お、ぼーっとしてる。何があった。よしよし、いけ。ガード、投げようとした、もしかして。ガード、よし、今だ。ガード、よっしゃ、終わった終わった。ほい、投げてない。よし、投げた、終わった。どうぞー。
よかった。倒しきった。いいよ、もうバッチリだ。もうほとんど教えることはないんじゃないかな。あの体ってベジータじゃなかったっけ。やったな。ふう、ゴジータさん負けましたけどね。やったよ。今までいろいろありがとな。お前との戦いすっげえワクワクしたぜ。あの妙な穴から出てきた二人はお前に任せるぞ。二人って何だったっけ。いや、それは俺がやっておきます。お前出てきていいのか、トランクス。皆さんの戦いを見ていたらいても立ってもいられなくなって。終わってから来るんじゃねえよ、一緒に戦えよ。でも助っ人の必要なんてありませんでしたね。トランクス、いや、お前はあの時の。あの時の。お久しぶりです、トランクス。父さん、先ほどの戦いお見事でした。ワームホールが破壊され、歴史の改変はなんとか食い止められました。エネルギー弾を適当に撃つだけで壊れるのか。すべて正しい歴史に戻ります。おい、もう帰るのか。もう帰るよ。はい。ベジータ、ベジータじゃなくなってしまってる。父さん、どうかお元気で。ベジータが変わってしまった。お前もな。またな。おかえり。お疲れ様。ただいま。すみません、決まりを破って飛び出してしまいました。ギルティー。ほんとよ、ダメだって言ってるのにびっくりしちゃうわ。すみません。まあいいわ、なんとかなったしね。これでワームホール騒動も一段落ね。本当に？これでおしまい？そうですね、今度こそ完全決着です。ああよかった、おめでとう。でももう一個ダウンロードコンテンツがあるんだろ。今までのご褒美にプレゼントを用意しておいたわ。なんだ、新しい装備か。古今東西のグルメを集めたフルコースよ。それ俺食えないじゃないか。こっちの建物よ、ついてきて。俺には全然嬉しくないご褒美だな。あの覚悟しておいてください。今までで一番難しいクエストになります。料理が下手なのか。下手な料理か。味見しろ。なんで下手な料理を作ってそれを振る舞うんだ。自分で味見してみろよ。時の海王神様の料理は邪悪竜よりもはるかに凶悪なんです。味音痴なのかな。自分で作ってまずいと思ったやつを出すんじゃないよっていう話だよな。どうしたの。俺には理解できないな。神様の手料理なんてそうそう食べられるものじゃないわよ。まずはお前が食ってみろ。残さず食べていきなさい。まずはお前が食ってみろ。というオチでした。ダウンロードコンテンツ2つ終了。さあ最後の1個は何かな。どこに行けばいいのかな。